加、はい、藤浩次さん、いらっしゃいいまししよろしくお願いします今回の選挙戦を振り返って、まず率直な思いをお願いします大変に厳しい戦いであったあ、私の至らぬ点を多くの方々が補ってくれて、やはり私の主張する今は健全な政治を取り戻すべく、みんなが結集しなきゃいけないということを理解し、私の至らぬ点を多くやっぱり、 あの補ってくれた、その結果だと思います佐藤さん自身、勝因はなんだとお感じになられてますもう、今話したように、えー、みんなが私の至らん点を補うぐらい活動してくれた、そして私の思いがやっぱり皆さんに伝,わ伝えていただいた、それはみんなが結集して、えー、不健全な政治を、健全な政治を取り戻すと。 変えていこうということだと思いますではスタジオの加藤さんお願いしますはい佐藤さん聞こえますでしょうかスタジオの加藤と申しますよろしくお願いいたします はい聞こえるますはいすいません、はい、まずはご当選おめでとうございますあの早速伺いたいんですけれどもまず全国的なお話を伺います今本当喜びの気持ちに浸りたいというところも終わりなんでしょうけれども今回与党には非常に強い逆風が吹いていて全国的に見ると立憲民主党非常に議席を伸ばしている、はい、どうでしょうこの立憲民主党の議員としてこの全国の情勢というのはどうご覧になりますか あのやっぱりいろんなことが起こった、これは運ということもあるかもしれません、しかし、今、国民の多くの方々が、やはり不健全な政治について、いろいろと本質的に疑問を持ち始めている、そこで今までのやっぱり一つの意識改革が起きているように思えるところがあります、まさに野田代表や小沢さんがおっしゃっているような、最大のチャンスが来ている、これを我々はものにしなければいけないという思いでおります。 佐藤さんスタジオの野川と申します、えー、今、ですねこちらから見まして佐藤さんのちょうど後ろに2連のポスターも見えるんですけれども、はい、亀井静香さんですね、公示前にご本人、はい、あの応援に入ったのは公示前に1回きりだったと思いますけれども、はい、改めてですね亀井静香さんのあるいは亀井静香さんを支えてきた人たちの影響力というのはご自身の選挙戦の中でどのように感じましたか。当然ありりりますややはは亀井静香先生を慕っているというかやはり もも多く今今もたく今たさんいいらっしゃいますやはりこの方々方に支えられたのも、これも事実でございます一軒一軒手を握って歩くようにという、そんな話もありましたが、そこも徹底をされてというところですかそうですねあの、これはやっぱり、元を絶たすと、それこそ私の父、佐藤盛義から、小沢一郎さんから、亀井静香さんから、 以前と言われるかもしれませんが、原点回帰をすれば、お一人お一人とコミュニケーションを取っていく、まさにお会いをしてお話をしていくというのは、私は政治の基本だと思っています佐藤さん、スタジオの TSS 若木です。あの この度おめでとうございます。あの改めてですね、今回のはい選挙戦あのごくに関しても区割りの変更というものがありまして、あの小島さんの県議時代の地盤であるあの三原市の本郷町であったり大和町、また尾道市の瀬戸田町も今回初めての選挙区だったと思います。改めてこうご本人あのまるで新人だという感じで危機感をつらせていらっしゃるようなところもあの取材でお見かけしましたけれども、どのようにこう票を 取り込んでいこう行ったという結果が、今回の結果につながっていると感じられていますかあのこれは皆さん方もからお聞き、あまあ、聞かれるんですけれども、私自身、もう戦術戦略というよりも、もうがむしゃらにやることしかないという思いで来たんで、えーまあ、これが今、がむしゃらにやった結果だったというふうに思うしかないという状況です。 回っていてい手応えというのはやはり感じてらっしゃったんでしょうかこれがです、ね、手応えを感じるほど余裕がない、それぐらい危機感を持って、えー、厳しい戦いだったというふうにご理解いただけたらありがたいと思います。はい 改めて佐藤さん、この選挙戦、後半戦になると、自民党の2000万円の問題なんかも出てきて、どうでしょう、このあたり、追い風に感じたのか、それから今回の議席、大幅に増やして、議席が増えるというのも責任増えるということだと思うんですけど、今後の政治、どのように進めていきたいですか、はい、えまず、私は健全な政治を取り戻すということを訴えておりますので、その原点たる、やっぱり一挙多弱といったことを解消し、やっぱり緊張感のある政治バランスを作ることが、 やっぱり健全にしていく大きな一歩だと思ってますので、そこを何とかみん,みんなを結集させながら、あやっぱり、えー、緊張感のあるパワーバランスを作っていきたいと思ってます。わかりました。ここまで佐藤さんに伺いました。改めて当選おめでとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。ここまで広島国へ当選を確実にした佐藤浩二さんにお話を伺いました。